ラインフラックスケブ RW3 マルタプラン、RFB ムルトプランは2座席の推進式のプロペラ系飛行機である。1958年から1961年にかけて少数がドイツのライン航空機製造で製造された。原型機の設計を行ったのは1955年にラインウエストフルークフィッシャーを設立したヘルフィッシャーである。 座席を前後に配置した軽飛行機でアスペクト比の大きい主翼と T 型尾翼を採用した。65馬力のポルシェの678、0エンジンを胴体中央に配置し、プロペラを垂直尾翼と方向打の間の隙間に配置したのが特徴である。前後席のどちらでも操縦できた。フィッシャーは2機を製作し、テストした後、ライン航空機製造に製造する権利を与え、 ライン航空機製造で製造した機体は1958年2月8日に初飛行した。これらの機体はポルシェの75馬力エンジン678-4を搭載したことを示すために RW3P75 という記号が付けられた。ライン航空機製造は22機を製造し、アマチュアによって1機が組み立てられた。馬力を向上した。 RW3C-90 や主翼をさらに伸ばして動力付けグライダーとして使える機体の試作が行われた。民間パイロットによって使われ2009年にも2機が民間機として登録されていた。ベルリンのドイツ技術博物館に最初の登録機が展示されている。ありがとうございます。